ユスデム、自動車。ユスデム、ユナイテッドステイツ、ドメスティックマーケットまたの名を、USDM とは、アメリカ市場、アメリカ国内市場のこと。特に、米国向けに設計、あるいは対米輸出時に、仕様変更された自動車社やアメリカで流通している、自動車関連製品、米国メーカーにて製造された製品に対して、用いられる。また、蒸気が転じて、自動車、 またはアメリカで流通しているパーツを用いて、車両をカスタムする手法、あるいはジャンルの故障としても使用される。本校ではこちらについて記述する。言葉の持つ意味通り、すなわち、アメリカ市場において流通しているパーツを用いて、車両をカスタムする手法、または並行輸入車を用い、楽しむライフスタイルがユスデムとされている。カスタムとしてのユスデムを行う場合、 ベースとなる車両の国籍、形状は問わず、アメリカ市場にて流通、販売されている車種が対象となる。講義おいてはアメリカに出回っている車両に対して、そこで流通しているパーツや手法を用いた、カスタム全般、スポーツコンパクト、ラグジュアリー、ユーロ、ローライダー、トラッキン等についてを指しており、それぞれのカスタムを包括、あるいはそのカスタムの中での定義づけの一つの、 故障として用いられる。協議においては、日本国内において、流通、販売されている車両を、自動車メーカーのアメリカ純正部品を用いて、アメリカ仕様に改造することを指す。この場合は、日本車に限らず、アジア車、欧州車はもちろん、正規代理店により輸入され、日本仕様に変更された。アメリカ車、JDM の対語としては、まさにこれであるも、対象となる。 日本国内においては主に競技の意味で用いられることが多いが、総じて言えるのは、アメリカ志向に振ったカスタムであるということである。日本国内に流通している車両は、当然のことながら国内放棄に則っった仕様となっており、アメリカに流通している車両も当然現地の放棄に則っった仕様となっている。これにより、日本、アメリカ双方に同じ車として流通している車種でも、 その外観は、それぞれの放棄に準拠しているため大きく異なる場合が多い、例として少し前の放棄が変わる、以前の車では前後パーの大きさが日本仕様に比べて大きい、投下類が日本仕様とは異なっている、など。また、日本とアメリカとでは、ブランド、社名が異なっていたり、グレード展開が異なっている場合もあり、そのコンセプトの違いにより、 各部デザインが大きく異なっている場合もある。それらの差異を埋め、現地仕様に近づけていくことがこのカスタムの第五となっている。自動車を場合によっては大きく改造する。例えば E110、120系トヨタカローラは国内仕様とアメリカ仕様では内外装が全く異なる。割に派手さは少なくシンプルにまとまる傾向が多く、たとえ大改造をもってして、 アメリカ純正仕様に変更したとしても、普通の人からすれば、日本純正と対して変わらないように見える。また、部品の入手難度が高い場合が多く収集の、重きが強い。そのために、カスタムの手法としては、幅広い年代に、指示されている。日本国内において、北米部品を用いてカスタムする手法がいつ頃から、行われるようになったかは定かではないが、 いくつかのルーツがあると言われる。まず、カスタムカーの世界においては、1970年代に、ピックアップ、ミニトラックを改造する、いわゆるトラッキンと呼ばれるカスタムにおいて、当時において、従来とは異なる手法として、北米部品を外に使用するカスタムが行われていた。1980年代に入り、ローライダーカスタムの手法として、特に、 日本製小型車などをベースとした場合に現地らしさを演出する補助的な手法として徐々に定着しゆき、1990年代にはスポーツコンパクトカスタムなどにおいて北米流通品を用いて改造することに重点が置かれるようになり、この頃にカスタムの手法として広く認知されたと言われている。これと同時期にダブをモチーフにしたラグジュアリーカスタムが普及しだしており、 それ以前より普及していたローライダーやトラッキンと合わせて北米志向の手法そのものがカスタムの共通の国として考えられるようになった。2001年に映画ワイルドスピードが公開されスポーツコンパクトが一躍ブームとなるとそれまでのスポーツコンパクトカスタムの手法とは変化が生じ北米を意識しないカスタムが横行した。以前より スポーツコンパクトカスタムを行っていた一部の面々においては、これらと同一視されることを嫌い、北米を意識しているカスタム、すなわちユスデムという故障を用いるようになったと言われる。これはあくまでもスポーツコンパクトの分野に限った話であり、それ以外でも1980年代のローライダーブームなどにおいて類似したことは起こっていたため、本来はこの限りではない。 またこの流れとは別に1990年代前半頃から特に一部の地域において映画を見たや旅行などで現地に赴いたなどでアメリカ文化に触れ日本においても現地の雰囲気を再現すべく北米部を用いて自動車をカスタムすることが行われていた。特にこれらはミニトラックをカスタムしていた人々の足車を出発点としている。 その他旧来より様々な自動車オーナーのクラブミーティングなどにおいて他オーナーの同一車両と差別化を図るべく外装、等価の一部を海外仕様に部品を交換する手法が行われていた。現在ではこれらの流れが集約されユスデムというカスタムの一ジャンルを形成している。ユスデムでカスタムを行う際には北米で販売されている内外装の純正部品を用いて 北米にて販売されている純正スタイルに変更する、ほか、北米でのライフスタイルを考慮して、オーディオやホイー、チューンアップパーツなどの社外品、社内アクセサリーなどの小物類に至るまで、北米流通品を使用する場合が多い。代表的な改造点は、以下の通りである。ユスデムでカスタムを行う上でのポイントは、どこまで現地仕様に近づけるかだけではなく、いかにも、 北米の一般道にて普通に走っているような時として使用する人種を想定したり、あるいは小物類やルートビア等の空き缶、アメリカの音楽を車内で流す、アメリカ人と同じ服装をするなどを用いて現地の生活感を匂わせるような包括的な演出が求められる。このことから必ずしも完全な北米純正状態がこの分野の愛好家に賛美されるわけではなく、 自動車をカスタムする方向性などを含めたトータルでの演出が重要視される傾向にある。また、オーナーは夕方早めのサイドマーカー点灯及び運転時のヘッドライト点灯など北米での使われ方に近い運転をしている人も多い。ユスデムを楽しむオーナーたちはアメリカ文化の一部を生活に取り込んでいることが多い。例えば音楽、ファッションなど。これは 車のカスタムだけに限らずその生活スタイルにおいても、現地文化をトータルで楽しもうという気概が現れているためと言われている。またユスデムでのカスタムでは、北米の自動車純正部品が日本国内放棄に合致していない場合がある。例えば、ヘッドライトの光軸、非可動式ミラー、増減式のフロントウィンカー、赤いリアウィンカー、サイドウィンカーなし、などである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。